はい、こんにちは、アルブルの公共施設の辻です。臨時休業中ということで、久しぶりにですねコンテナハウスの方をちょっと進めていきたいと思います。はい、じゃあまずは、サビ落とし、まあちょっと汚いところを少しこういうところですね落としていってから、それから塗装に行こうと思います。入り口側はこんな形でちょっと大まかに取れました。でこの上から塗り重ねるので多少の段差がもうあってもいいかなということで、次に行きます。こっちですね、こっちに前の、ロゴマークがあるのでこれを剥がしてやりたいと。これサンディングでカッティングシール の上の膜だけ剥がして、あとシンナーでこすったら取れるとかないか。僕ら木工でオービタルサンダーの方を使い慣れてるので、なんかそっちの方がうまく削れるような感じがしました。めくれないですね。めくれない。じゃあ頑張ろう。こうやって綺麗になりました。どうしよう、後ろやる、後ろめんどくさいね。後ろやりますめんどくさいね。このままちょっと進めてみようか。掃除が大変ですね。そうですねでもね、掃除しないと塗料が綺麗に乗らないかもしれない。なるほど。ではですね、下地の研磨が終わりました。全体を研磨しているわけじゃなくて、ラベルみたいなカッティングシートが付いてたところだけ、剥がしたような形になります。でその後全部水拭きしてホコリなどを取ったというような形ですね。であとは、この後下地の処理になるんですけど、基本は全部研磨した方がいいらしいんです。なんですけど、これ噂で聞いた、密着論の、マルチのタイプのものですね。これが、素人でも下地処理がきちんとうまくいってなくても、結構そのプライマーの役割として金属塗料を、金属によく乗っけてくれるっていう話を聞いたんで、ちょっとこれをですね吹きつけて、その上から遮熱塗料を吹きつけていきたいというふうに考えてます。で僕ら通常塗装、家具のものでもコンプレッサーを使ってエアで吹き付けるんですね。スプレーガンでなんですけど、今日これをですね僕ら買いまして、低飛散型コンパクトスプレー TM71 で、まあ今回ちょっと屋外で塗装してるからどうかわからないんですけど、まあまず低飛散型っていうものが一つと、ここに AC100V って書いてあるんですけど、これがコンプレッサーがいらない電源式のタイプなんですね。これでちょっと塗ってみようかなと思ってます。はい、ということで、まずはこの中に、密着論を入れて、でまずちょっと全体に吹き付けていこうかなということで作業を進めています。こう入れる人が多いんですけど、こう入れるとすぐ出てきてこぼれます。これ必ず塗料はこう吹けておいて、こういう風に入れてあげてください。何リットルか、1リットル、1リットルのカンカンでちょうどいいところまで入るような形になってますね。多分粘土とかの調整も本当はしてあげた方がいいと思うんですけど、この密着論が原液で使ってくださいっていうふうに書いてあるんで、ちょっとこれで一回試してみます。そのままよくスプレーガンはコンプレッサーのついたタイプのものをよく使うんですけど、これに関してはですね、すごい持った感じの安定感 と、その噴射の安定性を見た限り、すごい使いやすかったというのを、覚えてます。すごい塗りやすい。この音がまあちょっともしかしたら気になる人もいるかもしれないですけど、外だったらここであれですね、縦向き横向き横か調整できるんですね。はいはい、まあ普通のスプレーと同じってことで。そうですね、なんかねいい感じするよね。いいですね。今これは、教室の駐車場で、やってます。他に建物が何にもないということで、ちょっと風が強いんですけど、上いいか、どう、上こそ塗った方がいいそうか、遮熱のね意味があるから ね上が一番遮熱した。はいはいはい。でも使った感じどう？めっちゃ使いやすいですね。小川くんも結構吹き付けで塗装とかしたりするけど、はい、それと比べて全然ガンより使いやすいです。あ、本当に結構なんかいっぱい塗料が出てくれる感じあるよね。そうですね、うん、
重さがなんか良くない、なんかちょっと頑張ってる感じ、頑張ってるからね。わかるわかる。小川くんの茶にもちょっと色変えたくない？これでですか、うん、いやあれは黒がいいです。何十万とかするんですよね。ちょっとベル鳴らしてみようか。ベルがね、鳴るかな。防犯の部分は塗らなくていいんだもんね。そうですね。そう考えたら確かに。これって、それももう塗っちゃおう。うん。どうなんだろう、ね。やっぱりよくあるそのコンテナのこう無骨さを出すには。なんかちょっとこのオーシャンブルーとこのストレートブラックを塗ってやろうかなというふうに悩んでます。で塗るのはこの今朝日ペンの屋根用遮熱塗料ということで、アルミですね、金属に熱がたまらないということで結構効くらしいです。でまあちょっと中は僕ら断熱材とかを入れずにもうそのままキー貼ろうかなと楽な方法で考えてますんで、ちょっとこの遮熱塗料だけでどれだけの効果があるかっていうのもちょっと調べたい。常温の代わりに夜間使ってます。はいはい、ちょっと全部は言い過ぎ。入れますよ。はい、今茶色を混ぜています。かっこいいと思うけど。ほんまですか。うんうん、こうやって見ると黒に見えるけどね。緑やな。めっちゃ緑ですね。まあ一回塗っていきます。そうね。まあ黒に見えなくもないけどって感じかな。ちょっと待って。どうなんだろう。よく攪拌されていないと色がちょっと分離して、で本来の色が出ないというような形がよくあります。でこれも多分このちょっと緑っぽいのはおそらく攪拌が足りなかったんじゃないかなと。ちょっと塗り重ねていくうちにどん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 まあ黒くなっていくんですね、乾くごとに。それがちょっと不思議でした。じゃあ2日目やっていきましょうか。はい、はい、確かにローラーで先にやったらローラーの筋が残るのか。そうです、ちょこちょこ残っちゃってますね。うん、これはまばら。まあ上にはなんかこうちょっと畑みたいなのを入れようと思ってるから、一応遮熱塗料をまあ軽く塗ってやればいいかなぐらいな感じです。はいはい、うん、はい、そんな感じで結構適当な感じで進めてます。めっちゃかっこいい、こことかもかっこいいよ。この辺ですよね、アイアンの。そう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 、男のロマンって感じなんだけど、アルミでペコンペコンです。で、この塗料が結構乾くのが早くて、何分ぐらい、30分ぐらいでもう全然触れる感じになる。もう一瞬で触れますよ。あ、一瞬で触れる。へー、いやーかっこいい。これこうやってちょっとモチベーションを少しずつ上げながらやってます。なかなか教室優先であんまり手がつけられないんですけど、いよいよこの塗装が終わったらここに、扉をつけていこうと思います。どんな扉がいい？どんな扉にしましょうか。これあのオレドがいいな。オレドでここを開放的に開いておいて、はい、なんていうかな、こういうこと。そう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 。で僕は夏ここで仕事をします。この上はまあ実際はベコベコなんですけど、アルミの板が、薄い板が張ってあるだけでなんですけど、その上にちょっと構造を作ってですね、この上で野菜を栽培したいなという形で考えてます。これですね、これは今回すごい大活躍でしたね。もう結構ボロボロになっちゃったんですけど、この後シンナーで綺麗にしようと思います。これもすごい、まあ、その今後の経過とかも、またお伝えしたいと思います。本当になんかすごいよくついてる感じするね。そうです ね。なんか後でまあちょっと削ってみたりして、やろうかなというふうに思ってます。で、あとは、塗料が、朝日ペン
の遮熱性塗料ということで、基本黒とちょっとですね、茶色入れました。なんですけど、あんま分かんなかったね。そうです。はい、まあでもこのすごい武骨な感じはいいかなと思います。ここに、まあ、僕ら、この平林という、材木団地の、木を合わせて、鉄と木のコラボレーションということで、今後もちょっとお届けしていこうかと思います。ということで、あの基本、スプレーが一つしかなかったんで小川くんに任せましたが、お疲れ様でした。はい、はい、じゃあ近いうちまたやりましょう。はい、はい、ということでですね、皆さんお楽しみにお待ちいただいていた方もいらっしゃると思うんですけれども、こんな感じでコンテナが少し進みました。で、今度は、建具の方を入れていこうかなというふうに思ってます。でですね、僕ら、さっきの話にもあったんですけれども、平林という木材団地の町で、まあ、木の仕事をしているんですけれども、僕らのすぐ隣に南港といって、あの物流の、港があるんですね。でそこにもう山積みになっているコンテナがあったりするんです。で木っていう再生資源、再生可能資源とコンテナっていう再利用可能資源というのを組み合わせて面白いことができればなと思って、今まあこんなことしてます。でまた続きも、ぜひお楽しみください。応援していただけると嬉しいです。それでは今日もありがとうございました。失礼します。